こんにちは。浜松市上下水道部の住吉庁舎で働いている吉住です。今日は浜松市の小学4年生の天さんと龍さんに来てもらいました。皆さんは毎日水を使いますよね。その使って汚れた水がどこに流れていくのか疑問に思ったことはありませんか？今日は浜松の下水道について勉強していきましょう。使って汚れた水？それがどうなるかなんて考えたこともなかったな。そうだよね。でも汚れた水をそのまま川や海に流したら環境に良くないよね。川や海に流す前に何か秘密がありそう。今日は浜松の下水道について教えてください。下水道には汚れた水が流れているけど、そもそも汚れた水ってどんな水のことかわかりますか？トイレのうんちを流した水のこと。もうゆうさんはストレートね。台所でお皿を洗った時の水かしら。どちらも正解です。みんなが毎日の生活で水を使えば、その水は汚れます。他には皆さんが絵を描いた後に流すバケツの水も汚れた水です。汚れた水っていろいろなものがあるのね。それでは下水道の役割について説明していきますね。はい。まずこれが何の図かわかりますか？これは水の循環の図です。海の水が太陽の熱で温められて蒸発して雲になり、雨や雪になって山や野原に降ります。その水が集まって川になり、また海に流れていきます。そしてまた海の水が太陽で温められということが繰り返されます。これを水の循環と言います。私たちはこの循環している水の一部を利用しています。水は山から海、そして空から雨と自然の中でぐるぐる回っているんだね。そしてその水の循環の中で下水道はとても重要な役割をしています。下水道の役割は大きく3つに分けられます。まず1つ目として、下水道があることで外に出ても快適に暮らすことができます。もし下水道がなければ道路の側溝などに汚れた水がたまり嫌な匂いがしてしまいます。2つ目として、下水道があることで川や海の環境が守られています。もし下水道がなければ洗剤の泡などで川や海の水が汚れて魚などが住みにくくなってしまいます。3つ目として、下水道があることによって雨が降っても安心して外を歩くことができます。もし下水道がなければ雨で道路などが浸水しやすくなってしまいます。川の水を私たちが使った後はきれいにして川や海に返すことがとても大切です。水の循環を壊さないようにしないといけないんだね。それでは私たちが使って汚れた水がどうやってきれいになっていくかを説明していきますね。今回は家から下水道管を通って浜松市の中部浄化センターで水がきれいになり川に流れていくまでを見ていきましょう。私たちがトイレや台所で水を使って、その水が汚れるところから下水道のスタートよね。そうですね。使用した水は汚水と呼ばれて下水道管に流れ込みます。下水道管は汚水が自然に流れるように勾配という傾きをつけて道路の下に埋められています。あ、うんちが流れてる。リュウさんたらまた言ってる。これも下水道管です。浜松市には直径が約4メートルの下水道管が埋まっている場所もあります。人が立てるくらい大きいんだね。こうして汚れた水は中部浄化センターへ流れ着きます。ここからは中部浄化センターを見ていきます。今回は中部浄化センターの中にある5つの施設を順番に紹介しますね。汚れた水がどうやってきれいになっていくかがよくわかると思いますよ。ここが中部浄化センターです。イエーイ、浄化センターへ潜入だ。
まず最初に沈殺池と呼ばれる場所で大きなゴミや砂を取り除き、ポンプを使って次の最初沈殿池へ送ります。最初沈殿池にゆっくりと流れながら、沈殺池で取れなかった小さなゴミや泥を沈めていきます。こんなに広い池の中でゴミや泥を沈めているんだね。その次は反応タンクと呼ばれる場所に移動します。この反応タンクにいる微生物が約8時間をかけて汚れを食べて水をきれいにしています。微生物が活動しやすくなるように空気を送り込んでいるのがわかりますね。ブクブクしているのが空気だね。家で飼ってる金魚の水槽みたい。顕微鏡で見ると本当に微生物が動いているね。びっくり。その次は最終沈殿池です。反応タンクで汚れを食べた微生物は塊になって沈み、上の方できれいになった水を次の池に送ります。本当だ、こんなにきれいになっている。ここで沈んだオデーと呼ばれる泥には微生物が含まれているので、オデーの一部は反応タンクに戻して反応タンクの微生物がなくならないようにしています。最終沈殿池できれいになった水にもまだバイ菌が残っているので、バイ菌を消毒設備で塩素消毒してから馬込川に放流して海へと流しています。浄化センターに入ってきた汚れた水をきれいにして放流するまでには約1日かかっています。水をきれいにして川に流すために中部浄化センターでたくさんの処理と時間をかけているんだね。放流するまでにどのくらい水がきれいになっているかを見てみましょう。わあ、本当にこんなにきれいにしてから馬込川に放流しているんだね。吉住さん、水はきれいになったけど、ここまでに沈んだおでーはどうなっているの？いいところに気がつきましたね。ここはおでー処理施設と呼ばれる場所です。おでーは水分が多いので、まず脱水機という機械で水分を取り除いています。洗濯機で洗った服をぐるぐる回して水分を取り除くのと同じだね。そうですね。その後に850度以上の温度で焼いて灰にしています。850度以上？想像できない暑さね。できた灰はどこに捨てているの？灰の一部はみんなが通る歩道などに再利用されています。リサイクルされているんだね。ここまで中部浄化センターを見てきましたが、浜松市には全部で10カ所の浄化センターがあります。そうなんだ、中部浄化センターだけじゃないんだね。この10カ所の浄化センターでは合わせて毎日約26万立方メートルの汚れた水をきれいにしていて、これは小学校のプール約800杯分にもなります。プール約800杯分？すごい量だね。ここからは下水道を守るためにどういった取り組みが行われているかを見ていきましょう。まずここは浄化センターにある中央監視室。浄化センターの設備は自動運転されていて、コンピューターシステムによって集中的に監視して、異常が発生するとすぐに対応できる体制が取られています。浄化センターは24時間365日体制で休みなく運転をしていて、汚れた水をきれいにして放流できるようにしっかり見張っています。ここは水の検査をする場所です。浄化センターでは放流する水がきれいになっているかを水質検査で厳しくチェックしています。次は下水道管の話です。下水道管の点検や掃除を行うことも大事な仕事です。下水道管の中に調査カメラを入れて、ひび割れやズレがないか検査をしたり、管の中の詰まりの掃除をしています。人間でいうと健康診断のようなものですね。これはマンホールの中を上から見たところです。2本の下水道管からの汚れた水が合流して1本の下水道管に流れています。もし下水道管で油が詰まってしまうと、このように
汚れた水が流れなくなってしまいます。そうならないようにマンホールの中を掃除してきれいにしています。みんなが安心して生活できるように日々管理をしています。最後に下水道の正しい使い方を学んで終わりにしましょう。排水管には油類は流さないようにしましょう。汚れた水をきれいにしてくれる浄化センターの微生物が弱ってしまったり、詰まりの原因にもなってしまいます。そうなんだ。頑張っている微生物のためにも油は紙で拭き取って燃えるゴミに捨てた方がいいんだね。皆さんはトイレにティッシュペーパーを流してしまったことはないですか？トイレットペーパーとティッシュペーパーについて水への溶解実験を見てみましょう。驚いた。トイレットペーパーだけがバラバラになったよ。トイレットペーパーは水に溶けやすいように作られていることが分かりましたね。ティッシュペーパーや紙おむつは水に溶けにくくて詰まりの原因になってしまうので、トイレに流さないようにしてくださいね。私たちがトイレや台所で使った後の汚れた水がこんなにたくさんの処理によってきれいになり、川や海に戻っていくなんて初めて知りました。微生物が大活躍しているという下水道の秘密もよくわかったよ。下水道がなかったら自然環境が大変なことになってしまうね。下水道の大切さを知っていただけて嬉しいです。今後も皆さんの生活を支えている下水道を守り続けていけるように頑張っていきますね。よろしくお願いします。